はい、できました。タイの香草焼きと、じゃちょっとちっちゃいの尻尾のところやからね。で、タイの、カシラ、カブトちゃう、カマ、なんでもいいや、タイの頭と、マグロの目玉の煮付けで、これタイの白子ポン酢で、きゅうりもみで、マグロの頭肉と頬肉のステーキ、焼き肉と、血合いのステーキで、タイのあら汁、以上です。食べましょう。はい、ではいただきます。いや疲れた。料理作るのはそんな疲れへんねんけど、ちょっと大物魚ね、さばいとったんね、下の工場で。いや頑張る。動画どっちが先上がるか分からへんけどね、もう楽しみにしてください。何があっちゃんが何をさばいたのか。ではいただきます。疲れた。まだこの後ね、引き続きじゃなあかんね。下であらかたさばかんと持って上がられへんから、上のキッチンでなんか絶対触られへんぐらいバカでかいから、工場であらかた解体して、で食べます。いただきます。あらかた解体して食べられる部位だけ持って上がってきた。これをこの後触らなあかんねんけど、まだでかい。どうするべ。ナスビ美味しい。食べた？あ、ナスビやってへんのか。食べる？めっちゃ美味しいよ。これどう？これマグロの頭とかほっぺた。これマグロの血合い。タイの香草焼きどうやった？美味しい？いける？これまあまあ、うん、美味しいな。タイの煮付けを、煮付けは骨が多いからな、美味しいけど、でもこのタイ結構身が入ってる。うん、間違いない、美味しい。ちょっとそんなに濃い味にせへんかったな今回。きゅうりもみ美味しいわ。うん、うん、チャイステーキもいい感じにハーブ効いて、ほとんど臭みやね。何や、安いマグロの試合はね、スーパーで。まっちゃんは自分でさばいたから自然に出るからな。お刺身にするには血合い臭いから捨てるんやけど、うん、もったいない。焼いて食べてん。自分でさばいたお魚は思い出もあるから美味しいわ。目玉もあんで、この辺なマグロの目玉もんで、どっかに。これこれこれ。これマグロの目玉だ。ネズミは持ってきる。ここに入ってへんと思うで。白ポン。と、うろこや。白ポン美味しいな。まいたけ。今日弁当出た？出た。今日何やったっけな。今日何やったかいな。塩コショウ。塩コショウ？違う。今日はあれや、トリュフの香りや。昨日のこと一緒に焼いてあったよ、うん。トリュフ少なみさん。はい、オイスターソースとトリュフにしたな。きんぴら出た。甘かったよ。あれあれ、かぼちゃ。かぼちゃのきんぴら。ごま入ってて。え？ごま入ってた。ごまめっちゃ入れてる。ちょっと苦かった。ごま多かった。
いやがった、熱入りすぎてもうたら最後火止めてからな、ちょっと時間かかってもうて手間取って、難しいね、味付けする、焦げる手前止めるの。ごま今日ちょっと大サービスしすぎてしまうね。いや、頭に、頭が良くなる。これ食べたら、あれ目玉食べた、え食べた、もう一個あんで、あ、食べた、頭良くなるわ、それはめっちゃ頭良くなる。いや、なるなる、たぶん鼻に食いた、食べよ、血合いの方。どうやってさばいておくな。キノコも一個味かった。キノコ焼いたか、フランス料理風にちょっとずつ盛りすぎて、大量に食べたいの、欲張り、わびさびもなしやな、あかんのや、こういう方してるの、こういうね、食べてしもって、ね、もうちょっと入ると置いといたら食べてしもって、ね、いらん、食べて、いらんの、食べよ、うん、まあ、まだいっぱいあんねん、こんなもん食べないのかな、めっちゃ賢くなるわ、こっち血合いな、こっち側は頭とかほっぺたの肉、こっちは塩コショウ焼き、こっちはハーブ焼き、こっちあんまりや、どっち、こっちあんまり、あんまりバサバサ、これコーヒーの、うん、コーヒーの、まあまあ、酢だこはちょっと酸っぱい、これ、これ白子美味しいで、あ、じゃあこれ肝や、白子なんかなかったかな、これこれこれめっちゃ美味しいね、美味しいね、ちょ、これ騙されたびっくりするぐらい美味しいから、もうないのって言ったな、肝はちょっとな、癖がある、どう、うん、美味しいやろ、うん、まあまあかよ、白子つけが、な、白子ってポンじゃん、大体白ポンやんか、うん、難しいな、白子どんな味付けあんねん、でもこんな大きいないからな、タイの少ないからな、それで白子うまいわ、うまいね。あと皮とかな、この辺も白子、それこれ肝やね、ああ肝かった、肝美味しいで、でもこっちのもまだ白子あるわ、味肝や、そっけや、さっきさばいた大物魚の肝な、こんな肝あんね、野生あれで、わからん、まあ、食べて、いろいろ調べたからな、いろいろやろう、インターネットは便利やで、初めてさばく魚もどこまで食べられるのか、どうさばくのか分かるからね、明日何しようかな、
責任や。18日やで。明日な、和歌山で魚買いに行こうと思って。謎のゴールデンウィークは。謎の重量級？グリーン級の途中ばっかりまで魚買いに行こうか、一緒に行かへん。和歌山先に魚買いに行こうよ。いらん、和歌山魚買いに行かへん。いらん、興味ない。もちろん美味しいけど、ミートの麺のくさいな。うまいな。うん？味噌汁？うん、それはタイや。タイの出汁や。なかなかあっちゃんのご飯美味しいやろ。あっちゃんのご飯美味しいやろ。まあまあって。彼女が作ってくれたけど、うちの親の方がうまいわ言うたらないで。うちの親の方がうまいわ。あかんで、しばかれ。しばかれで。お尻蹴っ飛ばされんで。しばかれ。そこにシュークリームある。うん、じゃあ持っていき。それそれ。これか。それ、重きまいたけんか。それそれってない。それ食べとけよもう。自分で焼いて食べたいわ。ね。ピカはね、自分でいろんなもん焼いて食べんだけど。りょうはね、自分で食べへんの。タイの煮付け余った一匹、一匹で片頭。もう、それそれ、持って行って食べてよ。これ食べてもいいけど。ああ、疲れた。完食しました。子供食べるの早いな。ああ、おいしいわ。そりゃおいしいわ。うん。タイアラのわかめの味噌汁はめっちゃ美味しい。これアラもう食べんくって身残るけど、結局アラ食べた骨だらけになるし、身もパサパサやから
アラは使ってあのこして汁だけの方がいいかもわからん。食べにくいだけやん。腹骨とかね、まだいいけど、鯛とかお魚の出汁取ったらあれは捨てた方がいい。捨てるっちゅうか出した方がいい。でまたあらから身をほぐしてふりかけにしてもいいし、なんか塩コショウしてオリーブオイル漬けしてもいいかもわからんな、うん、お味噌汁の味噌ちゃん、だしにとったやつはね、味パサパサになって、もう 味出てしもって、ただ、いいだしが出てる。ということで、もう大方食べたかな。はい、ちょっと白子を食べとこう。うん、タイの白子めっちゃ美味しい。ワープも美味しいしね。こういうところいいな。自分でさばくとっけんよ。この後地獄の大物魚が待ってると。どうやっていいかな。悩むところだな。頑張ってさばこう。で今日のあっちゃんちの晩ご飯、タイとマグロ尽くしでした。タイの香草焼き、結構子供に好評やった、うん、これは美味しかった。で、タイのね、あのなんだあの頭、釜とカブトの、頭の、煮付け、これ結構好評で、いつも煮付けあんまり食べへん、量が結構パクパク食べてた。でも1枚余った。で目玉はね、量がほとんど全部食べてしまった。で、頭肉と、あれ、チーアイステーキも結構美味しかったんやけど、やっぱり、香草焼きとか食べてるから、微妙に雰囲気やったんやけどね。これだけやったら十分美味しいね。お肉みたいやね。頭肉とか、頬肉のとこね。だから、うん、これはありです。で、あら汁はね、好評やったよ。ってことで、今日のあっちゃんち、お魚三昧でした。また明日は肉にしてあげようかな。でも明日、大物魚さばくし、もう一枚あるしな。まあ明日もちょっと、高級というか贅沢な晩ご飯にしましょう。お肉もあるけどな、お肉も使おうか。なんかやってみましょう。はい。ということで、明日は、この動画はまあ金曜日やけどね。あっちゃんはまだ今木曜日やから、あともう一日残すところね、お弁当作って。送り出さなあかんねんけど、大物魚を今からさばきます。さあ早く終わって今日は早く寝れるのか、それとももうギブアップして、ラップして冷蔵庫に入れてもう一日置いとくのか悩んでみたいと思います。ものすごいでかいね、マジで。それもさばいて取ってきたパーツがめちゃくちゃでかいね、うん、どうしましょうかね。はい、頑張ってさばくわ。今度から大物魚はね、工場でさばけるっていうのが見つかったんで、分かったんでね。うん。まいったよ。ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯、この辺で終わりしたいと思います。美味しかったです。ごちそうさま。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯良かったよと思ってくれたら、高評価を、応援、コメント、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。